野球選手っぽいだろ。ビッグダディのたけしが決めるぜベイビーとは。はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下凪です。今日はですね、はい、このオーブグリーンバッティングスタジアムにですねやってまいりました。何をしたいかというとですね、まあ、日頃なぎちゃんとはねいろいろこう話をさせてもらってるんだけども、はい、バッティングセンターになぎちゃんを連れてきてなぎちゃんに打ってもらうと。やはりねやっぱりこの山崎武史と一緒にこうアシスタントとしてやってもらってるから、はい、野球は上手いだろうということで、まあ、このバッティングセンターに来てどのぐらいの技量があるかと、そしてまたこのなぎちゃんをバッティングをねしっかりこう打てるようにするというね、はい、技術指導をね今日はしたいというふうに思います。たけしさんから教えていただけるのがもう嬉しすぎて贅沢すぎて、今日はねなぎちゃんだけじゃちょっとね、はい、寂しいかなというふうにねちょっと思いますので、はい、ちょっと一人ねもう一人呼んでおりますので、はい、どうぞどうぞ。はじめまして、名古屋王者ベビースター所属プロ e スポーツ選手の隼人と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも e スポーツなのにこの、ねはい、バッティングっていうこのバッティングセンターの野球って大丈夫なの、まあ、見る方は大好きですのでやる方はちょっと高校と大学でちょっと授業でやったくらいだったので、うん、まあまあこれも僕もたけしさんがなぎさんに教えてくださっているところを隣で聞いて吸収していこうかなと思っております、うん、あそうね、まあね本当ねバッティングって非常にね野球やってない子でもね当たれば面白くなってくるし、うんはい、飛べばもっと面白くなってくるので一回見てね、はい、どのぐらいの技術があるかっていうことを見てそれから僕が指導するという、ねはい、形でやっていきたいと思いますので、はい、ぜひね私がどう変化するか、はい、皆さんもちょっと楽しみにしていただいて頑張りますので応援よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はい、はい、今から実践やりたいと思うけども、はい、まあでも実践でもね僕初めて2人のバッティング見るからまずどのぐらいの能力があるかちょっと見たいと思うので、はい、自分の好きなように打ってください。はい、はい、じゃあスタートいくよ。はい、はい、じゃあ行ってみよう。え、当たった当たった。はい、それわざとやってんの？わざとじゃないですよ。はい、いいですよ。よくそれだけ空振りできるな。はい、厳しい。おー、なんとか当てて、なんとかなんとか当てたい。はい、はい、ラスト。はい、OK、はい、じゃあ変わって、はい、じゃあ行ってみようか。はい、おーおー、当たる。おー、はい、ファクチップ。おー、おー、おー、はい、OK、 ありがとうございます。はい、今ね、2人自分のバッティングをね、してくれるということでやりましたけど、はい、まあ当たんないよね。当たらない。このぐらいの80キロかな、80キロのボールだから、空振りするのはおかしい、ね、やっぱ男の子だからちょっと当たったりとかしてたけど、でもね、2人の直さなきゃいけない、全く一緒のところ、それを直せば、ボールには当たります。打つためにやっぱりタイミングっていうのが必要なんだけども、すごく難しくて、うん、簡単に言ってもいい、もっと簡単にだけど2人は難しくて、じゃあこれを解説したいと思うんですけど、バッティングっていうのはまずピッチャーがボールを投げないと打つことはできないんで、ホームランすることもできないし三振することもできないということは、バッターっていうのは常に受け身なんだ。それをまずこのタイミングに合わせるっていうことが一番大事。そのタイミングの合わせ方なんだけども、2人の打ち方は、こうやって構えてピッチャー来るんですよ。こう構えて、マシンでどうやってか、こうアームがビューって来て、ドーンって投げられるんで、自分ら2人は、構えました、ここはみんな一緒、投げました、アームが投げたら、やっとタイミング、分かる。ボールがもうあそこの
手からパンと離れてが打球打ちだから、まずじゃあどうすればいいかって言ったら、常にマシンの動きってどう、あのランダムに変わる、まあ、回収でしょ。まずそのボールのこの動く傾向をまず自分で覚えて、そうすることによって例えばこうやって構えるとで、そしてマシンがぐーっと行った時にもう一回ここでテイクバック引いちゃう、引いて待ってて投げられたら打ちに、あなたたち2人は投げられてから打ちに行くから遅い、初めてこうやって途中でここまで来たらずっとこう引いてで投げられたら打ちに、それだけだね。で、その遠くへ飛ばすとかいいスイングするっていうのはこれらの練習しかないんだけども、でもタイミングの取り方っていうのは絶対に投げれる相手から打ちに行ったら打つことができる、ここのマシンにやってなかなか合うことできない、何回もやることによって構えてグッとしといてで投げられたら打ちに行く、ナビちゃん投げられてからパッて行ってるから待って振る、ね、待って振る、2人全く一緒の傾向になる、まずそこだけやってみます。あともう一つがピッチャーあそこにセンターにあそこに返す、あそこにピッチャー返しするという気持ちで打ってください。この2点で絶対当たります。はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、アウトと合わせてまだ早い、まだ早い、おー、そうや、パッター、じゃあ俺が行ったら引いて、はい、まだ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 、はい、引いて、ほら当たる、本当だ、構えて、ほら当たるやん、引いて、はい、ほら当たる、はい、お、当たる、おい、へい、おい、おい、おい、そう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 、今当たるようになった、当たるようになった、当たるようになったと。で、なんで思いっきり振りなさいって言ったら、はい、言うかっていうとね、ちょっと構えて、これね、はい、今構えて、はい、テイクバック引いて、で、うちにゆっくり振るときに伝ってくるんだけど、振ったときに、ひなりちゃん、みんなそうなんだけど、振るときに、こうやって体をこうやって預けて、当てに行こうとする。だからフルスイングしなさい、振ろうとする、こうやって振る。だけど、自分が当てたいっていう気持ちが必ずこうやって考えちゃう。そうすると、この距離ができなくて、こんだけで振らなきゃいけないから、リンクがなかなか当たらないから、ね。だから空振りしてもいいから、自分のスイングでグッと振ってほしい。で、弱いスイングでしたら当たると思うんですよ。違う。しっかり振ればね。言ったように、もう一回こうやってグーッといって、待って、振るだけ。当たったでしょ。当たりました。そうそうそう。こうやってやるとボールって当たる。体がこう。そうそう。心まっすぐで。今まで当てに行くとこうやって行ってる。こうやって言ってました。そうでしょ。はい。オッケー。じゃあ変わりましょう。はい。はい、はい、じゃあ行こう。そう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 。いいよ。じゃあ柔らかくして。遅い瞬間タイミング。自分で合わせる合わせる。自分でゆっくり引く引くまだまだまだ行って。そうや。そこは自分のタイミングだよ。おー、いいよ、ナイスイング。オーケー、ナイスバッティング。オーケー、ナイスバッティング。オーケー、オーケー。まだ当てに行ってるな、振ってほしいな。合わせるな。空振りしてもいいから。結構、ほら。オーケー。はい、オッケー。ありがとうございます。どうだった？めちゃめちゃ変わりました。変わったよね。今までタイミングの取り方分からなかったんで、うん、ずっと力入れてたんですけど、そうだね、このタイミングで体を動かし始めればいいんだっていうのが分かった。ずっと止めたまま動かすってすごく難しくて、はい、どっかでこうゆっくり予備動作を作りながらスイングするっていうとバットが走るよね。そうですね。じゃあちょっと俺やってみよう。いい？まず悪いやり方ね。前さっきまで打ってたんですけど。これでも俺は当たるよ。でもなんかこう、なんか変でしょ、これ。見てて。当たるよ。これでも当たっちゃうの、野球選手は。だけど、球に力強さはないんだけど。
でしょ、これでしょ。じゃあ、あの打ち方やるよ。球の勢いが違うでしょ。一回引くでしょ、見といて。はい、引きました。これ軟式だからちょっとね、曲がっちゃうけど構いますよ。じゃあ引きますよ。こうやって引いて待って。はい、悪いぞ。2人の打ち方。はい、ここで待ってられるから。ここで待って、もう行くだけ。行くだけ。極端にやるよ。構えて、引いて、待ってみた。それを形として、体こうやっていったら、ちょっと前に行かないじゃん。ナイスはすごい前に行くけど、体は前に行かずに、ボールに来てもらって、構えて、打つだけ。なんぼでも。すごいよ。構えて、タケさんのおっしゃる通り、タケさんがやってるの見たら、毎回こんなことを簡単に繰り返してるよね。だけど、打つことってめちゃくちゃ難しいから、俺が言ったことってなかなかできないけど、でも頭の中でこうしなきゃいけないってことを考えてやったら全然変わってくる。これだよね、これだよね。構えて引いて、野球選手っぽいだろ。野球選手はい、今そんなに教えてないでしょ。はい、あれやれこれやれどうやれって俺あんま言わない、はい、本当にポイントだけは、そうホームラン打てるそんなの結構ない、そんなもんない。でもやっぱりせっかくバッティングやるんだったらボールがバットに当たらなきゃ面白くないから、まずそっから、ね、そっからやっぱり形とかいろいろなので直すこと多分100カ所ぐらいそれぐらいで100カ所で済むかな、ね、だけど当たってくると楽しいですよね。だけどボールにバットが当たる理屈ちょっと分かったでしょ。はい、分かりました。とにかく準備して待って来たボールを打ちに行く、来たボールを打ちに行くじゃなくて自分で待ってて打ちに行くっていうことをやったら打てる。これね、子供たちも、ね、実はね、こういう子たちこういう、まあ、もう全然当たらない、ティーバッティングにも当たらないんだけど、それはただ自分勝手にバッティングしてたんです。とにかくピッチャー、相手が投げてもらってお願いします、じゃあ出ましたっていう形を、そういう謙虚な気持ちでバッティングに立ってほしい。練習したらどん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 打てるようになるし、ストレス解消になるので、はい、当たるとこんなにも楽しいんだって思いました。まあ、今日炎天下の中のさ、あの指導だったので、本当だったらこれあともう5セットやりたいんだけど多分5セットやるから死んでしまうので、ね、そうですね、結構肩が多分多分明日筋肉痛になると思う、はい、でもね、心地よい筋肉痛だと思いますので、はい、ぜひまあ、これ友達と見た時に試してみて、はい、これあの万が一友達で野球やるとかソフトボールやるとか一緒だから、うん、待ってる待ってる待って投げられて、ちゃんとタイミングでね、ピッチャーをこうやって投げるところに自分動作に合わせて振りに行けば当たる。二人ともね、途中からできて、はい、ぜひちょっと試してみて、はい、まあ、今回ね、本当当たんねえかななんて思いのほかでちゃんと素直に聞いてくれたので、はい、当たることができたので、ね、ぜひまた、はい、時間が経った時にちゃんとやってもらってテストしたいと思います、はいはい、チェックをお願いします、はい、ぜひ頑張ってください、はい、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。